吉田恵子です。皆様こんにちは。今日は、このハッピーローズアワードの、記念すべき第10回に選んでいただいて本当に光栄です。ありがとうございます。とても嬉しいです。また今回初の女性受賞者となるわけなんですが、どうですか？そうですね、やはりあのバラの花は男の人よりも女性の方が似合うかなと思ってはいるんですけれども、ましてやその女性、初めての女性ということで選んでいただいて、実は私はバラの花が大好きで、また特に真っ赤なバラの花が好きなので、本当に光栄に思っております。ありがとうございます。吉田さんはバラが大変お好きということで、お家でも栽培されていらっしゃるんですよね。栽培というほどではないんですけれども、もう10年ちょっと前から、バラの花を10種類ほどベランダで、育てています。はい、丁寧に一枚一枚葉っぱを拭いたりして、お子さんのように、ね、そうですね、バラの花はどうしても虫がつきやすくって、うちはですね、なので黒点病とかうどんこ病にならないように、お酢をちょっとお水で薄めて葉っぱを裏を持って拭いてあげたり、もっとこう広がってしまった時にはスプレーでちょっと予防したりはしてますけれども、一生懸命手をかけて育てると本当にいい香りのする、すごく綺麗なバラが咲いてくれるので、ちょうど今ももうつぼみが膨らんで、もうすぐ咲きたいなって言ってるバラがベランダにたくさんいるので、本当に毎日幸せをもらってます。はい、というわけでバラが大好きな増田さん、本当におめでとうございました。ありがとうございました。さあ、本日この会場にいらしているお客様全員が増田さんの歌を期待していると思うのですが、歌っていただけますでしょうか？